マイコーク、マイコーク、マイコーク自民党。マイコーク、マイコーク、マイコーク自民党。小池百合のバーは、バイコク自民党です。時に、都民ファースト、時々、バイコク自民党、まあ、二股、ですね。二股は、自分にとって、都合が良いんです。有利そうならば、二階さんに近づきます。統一協会だって、簡単に、政策協定、しちゃいます。海色大学卒業って、嘘です、とか。小池って、何か、やったことあるの?とよく聞かれます。都知事公約で花粉症撲滅とか満員電車なくすなんて言ってましたから。また、都知事公約で情報のオープンと言いましたが、全く逆なんです。大衆は覚えていないんです。だから、どんどん嘘をついちゃいます。自分で言うのもおかしいですが、小池は、しらじらと嘘を言う、プロです。今日は、乙武を紹介します。あたいは、小池は、二股ですが、乙武は、五股、五つの股を相手する変態です。松本人志か、乙武広忠と言われるんです。それで、今回、東京の15区に乙武を立てました。国民をバカにするには、ひったり、ピリリンコ、だと思いましてね。乙武のことを知らない人がいると思うので、ちょうど良い発信を紹介します。こんにちは。ジャーナリストの相原隆一さんが、YouTube で、話しています。ほら。そもそも、離婚理由からして違い、元夫人がそれを決意したのは、乙武氏の不倫発覚後のモラハラだというと。不倫発覚後、さすがに女と遊び回ることができなくなり、自宅にこもった乙武氏は、友人を呼んでの、宴席を繰り返し、叫び、耐えかねた夫人が控えてほしいというと、それならお前の両親も呼ぶな、と逆切れ。義父母を出入り禁止にして、身の回りの世話を焼かせ、夫人が子供を幼稚園の送迎バスに、乗せるためにほんの数分離れただけで激怒し、こう言った、こう言い放ったらしい。俺の面倒を見ないと、障害者虐待防止法で訴えるぞ。むちゃくちゃでしょ?ちょっとね、嫁さんが出た瞬間にね、こう子供をね、送迎にちょっと出ただけで、ね、障害者、虐待防止法で訴えるぞ。こんな人がね、議員になるんです、国会議員。